新約聖書の聖書日課、アラム語訳聖書では、キリスト教聖書のアラム語及びシリア語への翻訳を扱う。アラム語はアフロアジア語族、セム語派に属する言語で、今日のシリアを中心としてその周辺に住むアラム人が使っていた。その地域のリンガフランカとして機能していたが、その後アラビア語に押されて衰退した。書き言葉はアラム文字であり。 これはコヘブライ文字からの代替で、アラム文字からヘブライ文字が生まれた。アラム語の訳は、ユダヤ教主流派の礼拝や学びに重要な役割をした。こうした訳は、タルグムと呼ばれて、ヘブライ語聖書を交渉で伝えた時代、モーセ語書をヘブライ語で読み上げる際に、各説ごとにタルグムが挿入されたもので、この伝統は現在でもイエメンユダヤ人により行われている。 タルグムはまた、ユダヤ人の聖書釈義に重要な役割を果たして、中世での聖書釈義、特に中世フランスのトーラー学者らしに大きな影響を与えた。タルムードでトーラーをアラム語に訳す人たちは、オンケロスの著作を参考にしている、とスペインのユダヤ教、ラビ、哲学者、モーシェベン・マイモーンが書いている。アラム語から派生したシリア語には、東シリア語と、 西シリア語がある。東シリア語訳聖書は、ペシタ分け聖書で、天礼に、東シリア語を使うアッシリア東方教会、カルデア天礼カトリック教会などで、標準聖書である。シリア語訳の歴史は古く、リアテッサロン、ペシタ分けから始まって、ごく最近の聖書教会世界連盟の新訳聖書などがある。2009年に、トゥロヨホエの最初の改訂が、 ラテン文字を使って行われた。この改定は、サイトジュクサボカディシュースリョヨ委員会により行われたもので、全世界に散っているアラム語を使う人々へ福音を伝える目的である。なお、西シリア語を天礼に使うのはシリア正教会、マロン天礼カトリック教会などである。ありがとうございます。